雨の日の思い出話かな、雨にまつわる話をちょっと自分の話ですけどねしようかな。子供の頃の話になるんですけど、普段学校に行くと教室って電気がついてなくて窓がいっぱいあって外の光がいっぱい入ってくるから教室って明るいですよね。なのでいい天気の日は教室は電気を全然つけてなくて、それでもすごく明るくて窓は全開で、だけど雨がすごいきつい時は教室が暗くって、そういう時って教室の電気つけるでしょ。で、私はその雰囲気がなんだかちょっと怖いような不気味なような感じがして、実は雨にはあんまりいい印象がなかったんです。それは子供の頃の話ですけどね。お、チャキが来た。はい、はい、乗れるかな。すぐに膝に乗ってくれるんですけど、服によっては膝で寝にくいときはすぐ降りちゃうんですよね。今日はどう？今日は大丈夫かな？雨の話、猫の話になっちゃう。それは猫の話の方がいっぱいできそうだけどね。暗いって話ですよね。やっぱり降りちゃった。そうなんです。なんとなくどんよりしてて、雨の日っていうのは教室も暗いし、で外も太陽が出てないから空も暗いですし、でその雰囲気がすごく苦手で、あんまり雨の日は好きじゃなかったんですけど、大人になってからは割と雨独特の雰囲気っていうのが分かるようになってきて、カッパとかが雨に濡れてしっとりしてる感じとか、緑がちょっと濃い感じがするじゃないですか。で、雨も綺麗だなって思うようになりました。あと雨の音とかもね、部屋に出るとポツポツポツっていう時は、まあ雨が降ってきたなって感じでいい雰囲気ですよね。ザーってなっちゃうとすごい雨だなっていう、雨の量の方にびっくりしちゃうんで、情緒っていうよりも、雨がきついっていうことで心配になっちゃうんですけど、パラパラパラって感じの少ない雨だと、あ、いい音だなって思ったりとかして、雨も結構素敵だなって思えるようになりました。あと私は結構出かけることが多いので、雨降ってるとまずバイクに乗れないとか、まあ割と小雨ぐらいだったら傘をささずに走って行っちゃうんですけど、傘を忘れたりとかすることも結構あるので、で持ち歩くのも結構大変ですしね。だから外出には不利だなって雨の日は思うんですけど、あと撮影もやっぱりカメラが濡れちゃうといけないので、カメラその出せないですしね、カバンから湿気も良くないし、けど雨の時の景色ってすごく綺麗だなと思うので、逆に最近は雨が降ったら雨の撮影ができるっていう、そういうチャンスだなって思ってカメラはね、もちろんそういう時は濡れないようにすごく気を使うから、普段の撮影より時間かかっちゃうんですけど、場所も選ぶし、けどその雨の日もいい絵が撮れるチャンスだなって思えるようになりました。実際雨の時の景色って結構綺麗でしょ。夜なんかだったら道路が濡れてて、でそこに
車のライトとかが反射してて、ああいうのってすごく綺麗ですよね。だから雨の日もいいなって本当に思えることがたくさん、そう、たくさん雨でいいなと思えることが発見できるようになったので、やっぱり子どもの頃とかだと考え方とか行動とかが違うので、それで雨に対する気持ちが違うんでしょうね。私あんまりうまく喋れないんですけど、まあ雨についてはこんな感じです。でもやっぱり基本的には雨が降ってない時の方が実は好きなのでいっぱい動けるので、いろんなことができちゃうし、なので、いや、まあどっちの方が好きっていうよりもどっちの方が活動しやすいかってことですよね。まあまあそんな感じで今日は雨について語ってみました。それでは。